こんにちは、速稼塾の久保です。ナミさんからのね、動画を送っていただきました。年の差婚で気をつけることということで、実際に、年の差でね、恋愛をずっとしてきたナミさんの体験から来るお言葉ね、しっかりと胸に刻んでいかないといけないかなと思います。例のトラックドライバー42歳の方、18歳年下の24歳の女性と、このままね、順調にいくと結婚されると思います。結構トントン拍子でございます。で、女性の方もきちんと考えていて、自分のライフスタイル、それからね、男性の年のこと、それから10年後20年後どうなるのか、出産と子育てはどういうふうに向き合っていけばいいのか、どのぐらいのコストがかかるのか、結構緻密にね、考えている。なんでね、こういう方が24歳までいわゆるね、結婚できなかったのが不思議なぐらいで、つまり緻密に考えれば考えるほど、この人はダメ、あの人はダメっていうことになってきたのかもしれないですよね。それで自分の年齢が来ているリミットと、それから男性の方のバランスとかを考えた時に、いけるかなというふうに踏んだんだと思うんですよ。なんか結構ね、本当によく考えてる女性みたいでね、本当珍しいです、こういう賢い女性は。で、年の差でね、最初に男性の方が、いわゆる介護を必要としたり、物覚えが悪くなったり、歩行困難になったりすることはよく考えられるんですけども、年の差であればあるほどそれはよく起きると思うんですよね。ただその女性がね、どう考えるかによるんですけども、単純に私もね、その同い年で、例えば30歳30歳でそのまま一緒に年を重ねるとしても、確かね、男性の方がね、6年から7年早く死ぬんですよね。となると、結局は同年代であっても同い年であっても、多分女性の方が、そういった男性の看取りのケアとかね、それから介護生活を支えるってことは多くの場面では予測できるのかなと思うんですよ。で、そう考えていくと、男性の方としては少なくともちょっと資産を残しておくとかね、それから早めに身辺整理をしておくとかっていう計画性もいるのかなと思いますんで、単純に年の差恋愛って言って憧れるだけではなくて、それなりの責任がついて回るってことと、あとやっぱりね、これね、非常にね、言いにくいことであるんですけども、やっぱりね、10年とか20年の年の差っていうのは男性にとってね、今度逆にストレスになることがあります。というのが、やっぱり10歳とか20歳年下の女性っていうのは、いろんな考え方とか意識とかがものすごくね、幼いんですよね。やっぱり10年間20年とかね。そうなると、相当賢い女性じゃないと男性と釣り合わないっていうかね、嫌気がさすっていうところもあると思うんですよ。男性が若いのにすごいねっていうふうに思わせる精神性とかね、まさに今回42歳の男性は24歳の女性の考え方にものすごく感銘を受けて、自分も変わらなくちゃっていうふうに育てられてるんですよね。その結果、副収入を速稼塾で上げることを決意して、もう実際今稼ぎ始めていてね、もうすぐ10万突破しますっていうレポートも昨日届いたんですよ。これすごくないですか？人との出会いがね、自分の稼ぎを変えるという、私も自分を思い出すようですけども、やべえなと、この年でこの経済状況から急がないとって感じで、本当にですね、爆発的に稼ぐことを決意して、それが、その熱心さが女性の気持ちとなって、女性も、あ、信頼してよかったわっていう風になると思うんですよ。すごく自分との出会いによって頑張るようになったから期待が持てるなと。こういう人だったら10年後20年後も、もしかしたら自分がね、お世話をするような年になっても60、70になっても、もう悔いはないかなっていう風にそこまで考えて、女性もね、決断されてるんだろうなと思います。だからね、これね、年の差恋愛に関しまして、ナミさんも言われてましたけども、年を重ねていくと、女性がどういう負担を得るかっていうのは、多分女性自身がよく考えてると思うんですよね。だから、男性からいくらアプローチしても、女性の方が断ると思うんですよ。例えば、この人の70代、80代を、なんかお世話するの嫌だなと思ったら、多分そこで断ってると思うんですけども、一緒にお付き合いして、関わりを持って、意識を共有する中で、この人私にアプローチするだけはあるなと、
私の考え方を話したら、それに応じて本当に自分の人生を変えてくれてるっていうふうに思うとね、まあ、例えば、まあ、交際することになったから、趣味を一時期控えてね、タバコや付き合いの飲みもやめてお金をしっかり貯めていくよとかっていうのが見えれば、女性から見てもわーすごい、こういう自分の力でこの人を変えたんだと思えば、やっぱ一緒にやっていく自信はつくと思うんですよね。それが信頼にもつながると思うんですよ。でも自分との付き合いが始まっても何ら暮らしが変わってないとかね、結局趣味の時間にパチンコやるとか、なんかタバコをやめないとか、飲みの席を外さないとかになってくると、私は何番目になるのこの人に関してってことになって、まあだったら別にこの人と一緒にならなくてもいいよねと、うん、結局生活の一部は私に押し付けてくるだけなんじゃないのっていうふうになっちゃってもしょうがないかなと思うし、それも逆もしんなりなんですよね。年の差恋愛になるとやっぱりこう、大和会長でもあってね、多少やっぱりね女性に分があるところがあるんですけども、それにおんぶに抱っこするようだとやっぱりこう呆れちゃうのかなと思うんですよ。大和くんがね、なんかカメラを見てすごく反応しだしましたんで、この辺にしときましょうか。本当まだまだちょっと話があったんですけどもね、それでは以上です。